皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林里美と申します。アメリカの方でもですね、ワクチンがだいぶ進んでですね、リモートワークからですね、オフィスもしくはハイブリッドワークにね、戻ってき始めたね、方がいらっしゃるんですが、本日はですね、ずっと15ヶ月間ですね、リモートワークをしていた女性の方がですね、久しぶりにオフィスに戻ってきた時のね、感想というのをですね、述べておられまして、今後ですね、どういった働き方がいいのかということについてですね、ちょっと皆さんにお伝えしてみたいと思いますので、本日の内容ですね、ご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね。早速、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。After 15 months of working from home, I bought a WeWork day pass. Now I'm convinced some in-office stays could be a bomb for a crashing monopoly of pandemic life. ですね。15ヶ月間のですね、自宅勤務を経てですね、この方っていうのはですね、WeWork というですね、レンタルオフィスの day pass を買ったわけですよ。実際にね、WeWork のオフィスで働いてみるとですね、いかにパンデミックのですね、家での働く仕事っていうのがね、非常に単調でですね、いけないものだったのかと、それをね、時々事務所で働くことによって少しアクティブな生活なんではないのかなってことをね、この彼女は話しているわけです。どういうことかというとですね、I worked in the WeWork for a day, my first in-office experience since March 2020. I am convinced that working in the office periodically could break up the monopolyOf pandemic era work life. Many have voiced support for a hybrid work approach or dividing time between the home and the office. そうですね。この彼女というのはですね、2020年の3月以来ずっとね、15ヶ月間ぐらい在宅勤務をしてきましたと。その在宅勤務の間っていうのはね、非常に生活自体が単調で、要はですね、誰にも会わない。どこにも行かない、家でずっと仕事をするっていう単調な生活であったため、逆に今回ね、事務所に帰ってきて、その単調な生活っていうのが打ち壊してですね、このハイブリッドの働き方、在宅とオフィスで働くこのコンビネーション、もしくは時間で分けてですね、こっからこの時間はオフィス、こっからこの時間を家で働くとかっていう感じで、ハイブリッドをすることによって、より生活が満たされるんじゃないのかなってことをね、彼女は言ってるわけです。だから、彼女が言ってるのはですね、完全にオフィスで戻って働くってのも嫌だし、全部ずっと在宅で働くのもまたよろしくないという感じで言ってるわけですよ。The shelter in place order went into the effect 6 days later. I saw it was be weeks before I saw the inside of the office again. Instead, it's been 15 months. Blurringly, long period of isolation, hybrid introspection, anxiety, and monopoly. そうですね。15ヶ月間ね、やっぱりこう、ずっと人の席とから離れて、慣れていた生活をしているとですね、すごく世界から隔離されたような気持ちになったりとかですね、不安になったりとかですね、非常に単調になったりとかして気分がダウンしてしまってたという時もあるわけですね。そうですね。そういったことでですね、彼女も言ってるのはですね、すべての方がね、在宅がいいっていうわけではないということですね。中にはですね、結婚されてる方ですね、ずっとお子さんがいたり、配偶者の方がずっと家にいたりとかしてね、逆に自分の時間が全く取れないから、ずっと在宅でいるのは嫌だっていう方もいらっしゃいますし、もしくはね、ずっとフルで、外で働くのもまたね、本当に毎日通勤とかで大変だって、そのね、ハイブリッドがやっぱり、非常に働き方としていいんじゃないのかということをね、言っている方がこの方ですね。そういった考える方もね、日本でも多いんじゃないかと思います。ずっと在宅は家だけど、ずっと事務所も家だと。このハイブリッド、週に1回ぐらいね、事務所に行きたいとか、あとはね、在宅でいいというような方々も最近増えてると思うんですね。はい。特にね、家であんまり生産的に仕事ができない方、集中できない方っていうのはですね、逆に他の従業員とかスタッフとかとね、話したりとか、人が働いてるのを見たりとかすることによってね、集中力を増したりとかってする人もいるようですので、そういった語り方もできる方はですね、したらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。私自身はですね、別にリモートでもずっとできるタイプだと思うんですけども、定期的にね、人に会ったりとかっていうのが確かに重要ですので、私の場合ですね、結構ネットワーク大きいというか、人に結構会ったりとか、会食したりとかっていうのも多いですので、あんまりこう人が恋しくなるってことはね、ないんですけれども、本当にね、会社から仕事だけ与えて在宅でやってる人っていうのはね、外部と全く触れる機会がなくなったりとかすると、本当ちょっと気がめいてしまったりとかするっていうのもね、あるのかもしれないですね。やっぱりこう人間ですから、人と話したりとか、いろんな人と話したりとかっていうことがね、重要にはなってくると思いますね。はい、っていうので、こう何事もね、バランスっていうのはね、やっぱ重要だと思っておりますと。はい。ということでですね、本日はですね、アメリカも多くの企業もですね、インド株があるのはあるんですけども、だいぶ事務所に戻っていき始めたりとかっていう動きが出てきてますけども、中にはですね、完全に事務所だっていうところよりもですね、ハイブリッドだとかですね、在宅勤務を引き続き許可するとかですね、いろんな動きがあると思うんですけども、日本でもですね、今非常にパンデミックが全然逆に爆発してきてますけども、いずれね、こういったことがトピックになっていくと思いますと。はい。
はい、じゃあですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったと思っていただいて、いいねをよろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、ツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.